皆さんこんにちは。今回はシグウィンの性能公開がされたのでそれを見ていきます。PS ブログ含めて、まとめるとこんな性能ですね。一応ヒーラーっぽい感じですかね。もちろん大事だけど、心のケアも同じくらい重要なのよ。じっとしててね。診断結果は今すぐ宇宙車ね。ってことで、性能の概要を説明していきます。弓キャラで水元素、通常は3段ですね。ただ、通常はそこまで使わなさそうですね。銃撃は特殊で、狙い撃ち中でも一定間隔でダメージが発生します。元素スキルですね。長押しに対応していて、ターゲット可能なタイプです。発動時に水玉を2個作って、バウンド中は仲間を回復、消えるタイミングで自分を回復します。でもプレイでは、リオセスリと合わせていましたが、単押しでどれくらいの継続があるかが注目でしょうか。見た感じ、単押しは3バウンドだから、回復は3回程度でしょうか。リオセスリの出場時間的には、ちょっと短そうですがどうなるか。長押しについては、もちろん回復量などが上がります。ただ、実戦ではそんなに使わなさそうですね。シャルロットの長押し的な扱いになると思います。一応継続時間自体も伸びるので、長押しする理由はあるのかもしれませんが、現時点だと想像が難しいかな。ちなみに、水玉についてはヌビレットで拾えます。水玉は全て共通の扱いですね。ただ、2個なので、微妙にヌビレットの3個に足りないんですよね。また、シグウィン自身が拾うと、命の契約を自分に付与して、解除すると自分のエネルギーを回復させます。チャージ削りやすいってことですかね。また、放送内で説明があったかもですが、PS ブログ参照で仲間全体の命の契約の量に応じて治癒量も上がります。クロリンデと合わせてねって感じなのか。それとも、今後出てくるキャラを想定した部分なのでしょうか。元素爆発については、水玉を吸収して、一定時間水範囲攻撃ですね。用途がよくわかりませんが、突で火力型ができるとか、あるいは無突でもどちらかといえば回復がおまけとか、そういう感じなんでしょうかね。現状爆発を打つ時間が無駄の可能性があります。ニーロー開花でいいかもって思ったんですが、スキルの判定が、略術みたいに単体1ヒット系っぽい雰囲気があるので、よくわかりません。また、スキル発動後、自身の水元素ダメージアップ。そして、待機中の仲間のスキルダメージが一定回数までアップします。基本はスキル出して水玉拾って退場するキャラなんですかね。爆発は今のところ打ち損な雰囲気がやっぱりします。探索系テンプは、水中探索の応急処置。一定 HP を下回ると自動回復してくれますが、すべての耐性がダウンするデメリット付き。まあ、敵を無視して進めたい時は嬉しいかもですね。あとは水中で回復できるキャラは貴重なのでそこの価値はありそうです。ってことで、改めてまとめですが。まあ、どうなんでしょうかね。今のところ、爆発の用途がわかりません。吸気族起爆用とかでしょうかね。スキルもまあ若干謎といえば謎ですね。そして、命の契約をベースに治癒量が上がるんですが、クロリンデの場合は、命の契約の増加につながるのと、アルレッキーノはそもそも回復を受けないので、このあたりも噛み合っているキャラが怪しい気がします。生物とかは、一応ヒーラー用のものを想定で良さそう。海染め、在日の2種あたりがとりあえず候補ですかね。治癒量がとにかく高い、という設計に期待でしょうか。あとは、スキルが3バウンド程度することは分かったので、洗顔を9秒程度発動できそうですね。9秒継続すれば大体十分だと思うので、アタッカーが攻撃力3勝なら洗顔も候補に入れればいい感じですかね。他にはサポーターと割り切るなら、教官、亡命者、状況次第では草4など、このあたりも使うことはできそうです。武器は困ったら清風で良さそうですね。モチーフがどうなるのか、わかりませんが、サポーターで行くなら清風つけて問題のあるサポはいません。シグウィンはもうちょっと情報が出てほしい、って言っても、後半なので、しばらくこの謎な懸念を待つ感じになりそうです。編成についてですが、よくわかりません。スキルで全体回復を持っているので、フリーな軸の編成に起用ですかね。ただ、どちらかといえば味方タイプだと思っていて、元素共鳴に最低限貢献するけど、付着はスキルだけだと微妙そうですね。爆発の使えないスキルだけの略術って雰囲気が少しあります。ただ、略術の強みとしてはスキル CT が短くて全体回復です。シグウィンも同じ路線で CT 短くて回復効率がいいことに期待ですね。
略術は草反応バフですが、シグウィンは単純にスキルバフが可能なので、水共鳴秒で汎用性に期待ですかね。耐久のスキルアタッカー、って言えばフリーナがそこでも噛み合います。フリーナ軸で考えると、風太を関運とかも相性が良さそうですね。水付着が怪しいといえば怪しいですが、候補の一つだと思います。他の候補は、境界か運用とかでしょうか。比較的入隊乗しやすい編成だと、シグウィンの爆発での水補給も期待できそうですね。今のところこれくらいでしょうかね。一応タイミングはずれるけど全体回復はある説明だったので、あまりいい想定が思い浮かびませんが、今後の実装キャラ待ち、あるいは凸を重ねたキャラ、もしくはシグウィンの凸を重ねて本領発揮って雰囲気強いです。ここからセトスについてですね。セトスは星4のキャラクターで、元素爆発アタッカーっぽいです。銃撃は移動できない代わりに貫通効果、そして2段チャージありで、元素エネルギーを消費して、短縮効果があります。スキルには雷反応でチャージ補充機能付きで、元素爆発中は通常が銃撃扱いに、また、熟知依存でダメージアップ。それでは見ていきましょう。考えすぎても、堂々巡りするだけだ。そういう時は、肩の力を抜いてみて。お互い一歩引かないか？アフマルのアリシ栄光よ。ってことで、セトスの能力ですね。銃撃は貫通効果あり、2段チャージあり。元素エネルギーを消費して、銃撃のチャージ時間短縮です。実際に使うのかはわかりません。一応英語版の和訳を見た感じ、攻撃時にエネルギー消費っぽい。元素スキルは、発動した敵に雷反応を起こすと追加でエネルギー回復です。スキルで反応を起こすことが大事なのかな。それとも、敵にデバフがついて反応を起こせばいいのか。まあ、細かいのは実装前の説明で見ましょう。スキルを使って雷反応を起こすとエネルギー回復能力がある。これだけで今は良さそうです。元素爆発ですね。こちらは、通常が銃撃扱いに、貫通効果を保持するようになります。ダメージは熟知依存で増加するようです。付着頻度次第ですが、激化も期待ですかね。あとは境界化は付着関係ないので、境界化適性が高そうです。中段耐性は行く空き入れましょうって雰囲気。また、通常時の銃撃ダメージも熟知依存でアップします。ですので、熟知依存の弓アタッカー。そういえばスメールってそんな国でしたね。バージョン4でなんやかんや初の実装ですね。あとは探索能力で、スメール特産品レーダーです。このあたりは嬉しい要素ですね。あとは、生物候補です。銃撃熟知弓キャラクターなので、大体手なりと同じで良さそう。強いて言えば、通常が銃撃扱いに変化するので、作業が候補に増えるくらいでしょうか。通常速度アップの恩恵を受けられると思うので、爆弾、メッキ、作業あたりを準備できてれば良さそうですね。境界化運用するなら楽園も候補に入ってくると思いますが、作業がいらないならメッキか爆弾でいいと思います。武器の注目です。まずは、大昔配布された時のくちばしですね。こちらがついに使い手を獲得したのではないでしょうか。まあ、マジレスすると激化とかなら弾球でも良さそうですけど。第2の注目がモチーフっぽいやつですね。銃撃が命中した敵に追加ダメージ。この敵に対して銃撃ダメージがアップします。めちゃくちゃ広いわけではないですが、範囲ヒットしますね。ただ、集団戦を考えると安定性はないかもしれません。あとは無難に弾球ですね。付着も関わってきますが、激化なら困ればこれでいいかもって感じ。編成候補です。まずはシュブルーズ編成ですね。ただ、集団体制の確保が課題になると思うので、上級者向けでしょうか。通常キャラとはいえ、弓なので近接武器よりもデフォルトで吹っ飛びやすいです。ただ、熟知上げる弓キャラなので、草と絡めた方が強いと思います。てかまあ、大体クロリンデと同じような編成にはなりそう。激化するなら中段耐性欲しいので勝利を入れたい。遠距離なので少々集敵なしでもいいけど、貫通効果があるので、集敵恩恵自体はかなり高そう。そして、みんな大好き境界カセット。略術の枠は北斗とかでもいいかもね。エネルギー要件はちょっと懸念事項ではあるので、雷2の方が色々便利そうではありますね。ということで、ナショナル。行く空きで最低限中段耐性がありますが。まあ、セトスの熟知上げてもほぼ恩恵がありませんね。ってことで、総評ですが。
シグウィンは実装されないと難しい部分が多いですね。あえてテキストを欠落させている部分もありそうなので、後半の発表待ちです。セトスは、第2の画面になるか注目ですね。星4ってだけで、結構ディスアドバンテージ。無凸である程度強くないと引いても育成しないことが多そう。貫凸が強くても、狙いに行く必要があって。ベネット行く秋シャンリンあたりは、星5捨ててでも引く価値あるけど、星4アタッカーはそうとはなりませんからね。セトスの性能がどれくらいか、ってのは、今後の星4アタッカーの基準として参考になりそうなので、注目ですね。皆さんはガチャ計画立てましたか？よかったら教えてね。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。